して、うん、久々に中高に友達から連絡来たんだけど、平成フラミンゴよ、うんうん、友達が平成フラミンゴがめっちゃ好きだった、うんうん、動画を本人たち送ってほしい。え、何の動画？好きすぎるからどうメッセージみたいなメッセージだ、うんうん、で、うちらはなんかミコちゃんとか、うん、あ、リコちゃんに送ってほしいと、うん、でもさ、うん、まあ、絶対嬉しいと思うけどさ、うん、それをなんか送るのはちょっとさ、まあ、ずうずうしい、ずうずうしたらこっちもなんか気使っちゃう、嬉しいと思うけど気使うやん、うん、まあね、で、いや、それで、うちらもはっきり言ったけど、うん、あ、結構仲いい子なの、それは。いや、まあ、中学、中高でちょっと仲良かったけど、ああ、そうなんだ。で、まあ、10年ぐらいぐらい連絡して、うん、で、あ、そうなんだ、で、いきなり聞いた、で、いきなり、4回ぐらい運転来たのよ。キモいじゃん、キモいね、それは。キモいじゃん、普通に、うん、キモいとか言っちゃうけど、うん、キモいもんなって、で、なんで4時間と思ってさ、言うじゃん。そしたら、平成フラメンゴがめっちゃ好きな子がいて、うん、動画送ってほしいみたいな。でもさ、わざわざ送るじゃなくて会った時に見せるとかだったら、あ、まあまあまあ、うん、いいけどさ、わざわざっていうのがそうだね、あれなんだよね。そうで、そう、でもじゃあちょっと無理だよって言ったら、はい、ったら、そしたらごめんみたいな、読み上げていい、うん、それ文章忘れちゃったよ、いや、笑いみたいのは分かるけど、うざかったよ、マジで、こっちマジで、うざかったの、いや、こう、この辺にめちゃ出会ってんじゃん、頼みを聞いて、超期待、え、それでも10年ぶりぐらいの連絡でしょ。そうよ、ハリセルフラミンゴに動画送ってほしい、好きすぎてどうしようもなく言って頼むとか、そういうのめっちゃ多いけど無理やて、うん、嬉しいと思うけど二人が、うん、うちが二人で送るの気まずいからできないよ、バク、そっか、ありがとう、ほうほうほう、すまんって言ったじゃん、ごめんな、うん、まあ、マリナに、まあまあ、マリナの送る動画ない、俺の動画でよければって言うから、だからうちうぜえから、あれの動画もいらねえよって、うん、いや、まあ、舐めてるそういうことね、舐めてるね、うん、男なんだ、女だと思った、男だよ、しかも、あの、この人がヘイフラのファンじゃない、この子の人の友達が、超遠いじゃねえか、だから、ね、だから多分俺ヘラヘラもマリナと友達、ヘブタヘイフラと仲いいじゃん、あーよ、みたいな、ね、その流れまでうちは見えたわけですよ、はいはいはい、でも全然仲良くないやつに言われるのが難しい、そうそうそう、お前誰だから、普通に無駄ついたのよ、地球は珍しいね、最後の余計な一言で無駄ついた、そうごめんな、マリの動画ないけどやめよって